なんか聞いたところによると、俺牛乳のために牛増やしてたんだけど、一匹から無限に牛乳採取できるらしい。おい、マジかよって感じだよな。とりあえず端にいるぼっちから2匹を取るか。1回、2回、マジじゃん。そしたらね、今回は行動に行くんだけど、あった、これだわ、ホッパー。なんかスケルトントラップの下にこれを置いとくと自動でアイテムを回収してくれるらしいのね。で、調べたけど、なんか落ちてくるとこに仕掛けるっぽい。ちょっとそれやっていくわ。さあ、着いたけど、そう、これ結構いろいろね、変えたんだよ。なんかハーフブロックにした方がいいとか聞いたりしたから。ただハーフブロックじゃホッパーは発動しないから、こうだね。で、ここの横にチェストを2個置けば、なんかここに自動的にこうやって入ってくらしいんだよね。あれ、ちょっと待って、これってひょっとしてやばいか。ここ1マス掘って、あ、落ちてきた。あ、撃たれないか。あ、したらと食らうか。逆に掘ったらダメなのか。ここは、いや、バリ食らうやないかい。こうか。いや、これじゃダメだろ。あれ、脳みそ回せ。あ、わかった、こうじゃない、ここじゃない。これでいけるじゃん。足だけ殴れる、完璧だわ。天才だったか。いって、食らうのかよ。これえ、ん、待って、なんでホッパーはちゃんと吸ってるけど、あれだな、なぜ入らない。あー、わかったかも。見て、なんかさ、細いさやつあるやん。細いのが壁についてんじゃん。ここにホッパーをつければ下にホッパーがついたってことなんだろうけど、出れない。ほら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 、やっとホッパー。俺は、これ、ちなみに初ホッパーだね。これで下向いたから、多分ここに置いた瞬間に、アイテムが吸い込まれるはず。来たー！オッケー！ホッパーの学習完了！さあ、そしたら行動に行くんだけど、主に目的が2つあって、1つ目が、ってなんで黙った？ 1 つ目が、毒の、強さを知る。あの、行動にしかわからないのかな、多分。毒蜘蛛ってやつがいて、その毒がどれだけ強いのか、まあ見つつ、牛乳で毒状態を回復すると。で、もう一つが、行動にはね、線路だっけ？なんかそれがね、普通にもうあるのよ。で、その線路をゲットしたいの。で、なんでゲットするかっていうと、スケルトントラップ作った場所と、家が遠すぎるのね。で、毎回すごい距離移動しなきゃいけないから、レールを引いて、まあ、すぐにそこまで行けるようにしたいってのがあって、まあ、自分でつければいいじゃんと思うじゃん。ただ、鉄をめっちゃ使うんだよね。だから、まあ、できるだけそっちでゲットしたいなっていう、この二つを主にやっていくわ。来たねー。さあ、やっとだよ。こういうのがもともと本文だから、俺の。なんで、畑作ったりさ、うっ、出迎えてくれてるね。行動も畑作ったりさ、羊増やしたりさ、羊じゃねえわ、牛増やしたりさ。あ、早速あるわ、レール。待って、雲がいないぞ。雲がおらんのが怪しいね。ただ雲の巣めっちゃあるんだよな。まあ、雲の声がしない限り大丈夫か。待った、これなんか、え、またスケルトントラップ、やばいやばい。え、これスケルトントラップだよね。やばいやばいやばい。これね、実は4つ目なの。4つ目なのよこれ。あの、生放送でもう1個見つけたんだよね、3つ目ね。これ4つ目なの、やばくない。やった、金のリンゴだ。これはね、 HP がなんか2ゲージぐらい一時的に増えるんだよね。レールもちゃんと全部回収してと。あ、レールってこんな弾けじゃねえわ。取りやすいんだ。うわ、なにこれ、もうさ、この線路何？
わけわからんじゃん。魔女の宅急便でもやってんのかこれ。空中に浮き上がって、あ、蜘蛛の声する。やっとかよ。待ちわびたぞ。ここはマグマの明るさあるから大丈夫だろう。来た。ん、毒蜘蛛じゃなくない？なんだ、普通の蜘蛛かよ。普通の脇蜘蛛だね。なんかね、毒蜘蛛はね、ちょっとなんか緑っぽい色してたんだよな。うわ、ダイヤ2個だと。パワードレール、これあれだわ、なんかレールの隙間につけておくとなんかスピードがブワーンって。まあ、またある。おお、またおおお、来た来た、こいつこいつこいつ、早足、これが毒だ。は、強っ。待って、一回毒の効果見るわ。ちょっと飯食いながら効力見る。どのくらい続くのかと、ダメージがどれほどなのかと。あー、自動回復が追いつくね。食料さえ切らなければ、あ、問題ないな。全然なんか牛乳をいっぱい量産するまでもなかったな。毒蜘蛛いっぱいに襲われたらね、やばそうだけど。なんかパワードレールの他にさ、ディテクターレールとか知らねえやつが混ざってる。何これ。どんなドロックでもディテクターレールの上に乗ることでレッドストーン信号を生成する。なるほど、わからん。やっぱり異常な声するな。うわ、怖えー。囲まれて死ぬの絶対無理。いや、めっちゃ雲が這いつくばってる音するんだよな。気持ち悪い。上だな。あれがあるんだよ。坑道には毒蜘蛛のスポーンブロックがね、確かあるはずなんだよ。うわー、気持ち悪い音が。怖え。蜘蛛の音バカ苦手なんだけど。なんでこんな気持ち悪い音を作れるんだろう。天才だろう。もうやったあ、来たね。うわ、こ、いやー、めんどくせえ、下に落ちちゃったよ。ちくしょう。いや、つえわ。やっぱりこれ囲まれたらやばいわ。ゆっくりこう、ゆっくり。これさ、そこに雲いっぱいいんのね。間違いなくスポーンブロックそこにあるな。あと索敵範囲が広い。ガード殴る、ガード殴る。オッケーオッケー、これで2発ね。なんか違うの、違うのが不純物が。蛇どっから湧いた。ダメだ、一旦引くわ。やべ、なんか知らねえと思ったら人参殴ってた、バカだれ。え、何なんか自殺を分かったクモがいたんだけど。お前も大変なんだな。ね、クモって強くない？なんでクモってこんな AI 強いの。あ、あったあった、なんかクモの巣いっぱいある。これ多分あれだわ、スポーンブロックがあるからだったはず。なんかちょっと記憶にあるよ、拙者。ほらほらほら、これを剣で、け、やばいやばい、大丈夫。待って、スケルティンがいるな。どっからか俺狙撃してるわ。一旦引きます。待って、これ裏から来てる。いや、わかった、ここは封鎖してしまえばいいわ。で、ここで湧いたやつは俺が全部牛乳ガブ飲み作戦で倒してやるわ。マジでラチアカン。これさ、これつけらんない？あ、つけられる。よーし、封印完了。人参で満腹を保って、オッケーオッケーオッケー。やっと再開できるな。ってかやばいんだけど、これ、これもしかして1
人参で満腹を保って、オッケーオッケーオッケー。やっと再開できるな。ちょっとやばいんだけど、これ。異常じゃない、クボの糸。こんなもんだっけ。びっくりドンキー、びっくりドンキー、こんちゃーす、こんちゃーす。うわ、今なんかクボ降ってきた、びっくりした。こんちゃーす、こんちゃーす。レトルトと申しまーす。あ、トロッコだ。まあまあ、ラピスラズリは鳥毒みたいなとこあるからな。なんかまた新しいのある。アクティベーターレール。俺もう調べないですよ、これ。どうせ読んでもわかんないんだろう。いや、もうだいぶいいとこまで行ったし、帰ろうと思ったけど。いやー、もう二度とね、迷って多分来れないから、今のうちに、レール全部回収しとくか。ちょ、頑張ろう。てか、この行動広くね？マジでさ、終わりが見えないんだけど。線路があるからいいんだけどさ。いや、もうあれだな、終わったな探索。いやー、広かったわ。ただレールがね、4スタックではないけど200ジャストぐらいか。全然違えわ。270個ぐらい溜まったわ。これ足りるんじゃないか。帰ろう帰ろう。全然帰り道わかんねえけど。